こんにちは、2月1日です。今日医者の予約をしていると思ってここまで来ました。この建物がお医者さんのビルなんですね。なんと予約は明日でした。で、諦めてですね、その向かいにあるこのスリフトストアにちょっと今日行ってみました。で、スリフトストアって1回だけ行ったことあって、ちょっと具合悪くなったじゃないですか。だからそれから近づいてなかったんですけど、入ってみてここは多分大丈夫だと思う。そしてフェントンの器を一つ買いました。それは後で披露します。もう帰る。はい、無事に家に帰りました。もう車で事故ったりしなくてよかった。で、今裏庭にいます。すごい雨が降ったので緑色に戻ってきています。でですね、お医者さんのある建物の向かい側で見つけたスリフトショップ、買ったのはこれです。で、フェントンって書いてあって25ドルって書いてありますよね。こんな感じで足がついている、なんだろう、これキャンディーボールみたいなもの、ボールですね。で、おそらくですけど、私調べてないので間違ってたらごめんなさい、多分200ドルぐらいするヴィンテージだと思います。なので、これどうやったら売れるんだろう。売り方わかる方教えてください。で、どうしよう、あ、洗濯物が見えちゃうからやめようかな。裏庭には柑橘類が結構植わってるんですね。で、うちはこんな感じでパラシュートのコードを使って庭で洗濯物を干して、ガス代を今まで散々抑えてきました。でですね、あ、もうどうしよう、ちょっと地面を映しながら移動します。洗濯物見えちゃうとあれなので。で、裏庭にいくつか柑橘系の植物を植えています。で、今回これ見えますか、こんな感じでいくつか、これ多分柑橘系のはず、実がほら、これも実がなりそうな雰囲気です。今年初めてこうやってお花が咲いて、で、実がこんな感じでほらいくつかなりそうなので楽しみにしています。で、前から見てくださってる方はご存知と思いますが、これは爆弾ではなくてですね、コンポストの箱です。この中でミミズさんにいろいろ食べてもらっています。スイカです。帰ってくる時にですね、今日私かかりつけのお医者さんが20年ぐらいかかってるんですけど、ロングビーチからロスアラミトスっていうところに引っ越したんですね。なので今日初めて行く場所でした。なので、こう土地勘もなく、車も頑張って道に止め、行ってみたら明日ですと言われ、で、本当に目の前にスリフトストアがあったので行ってみました。私個人的にはスリフトストアとあんまり相性良くないかなって自分で思っています。ただ今日のところは大丈夫かな。で、そのスリフトストアから車まで歩いて戻る途中にですね、途中でですね、すごい車輪が大きい、車高が高い、白いゴミみたいな人たちが乗ってるトラックってあるじゃないですか。あれに乗ってる人が通りかかって、私は徒歩ですよ。で、横断歩道を渡っている時に、そのちっこいアホな中国人って言われました。もうなんか私結構がっちりしてて、ちっこくもないし、中国人でもないんですけどって思ったけど、もう今日は散々です。でも、天気もいいし、キャッシュも元気にしてるし、ご飯も美味しく食べられるのでいいかなと思っています。